最近ピアノ始めたけど、今のお前より上手いよ。だとしたらもう、世界取れるよ、もう <laughs>。俺は30年かかったけどな。ピアノほどね、こう、二次曲線を描く、あの、なんだろうな、楽器はないと思ってて、ギターとかってなんだかんだ言ってさ、あの、y イコール x で結構均等に弾けるようになるんだよな。ピアノってね、物にできるまでが本当に長い。こうなって、で、弾けるってなったらこうなってくるんだよね。 y イコール x 事情なんだよ。結構だから、その、ちゃんと、両手で、だって両手使うんだよ。まあ、ギターとかも両手使うけど、あの、まず、もうこれだけでね、普通の人って頭おかしくなるらしくて、要は右手と左手がおかしくなる。あの、右手と左手って、そもそもね、あの、脳が結構同じ、そのニューロンで繋がってるから、あの、やっぱ同じ動きになっちゃうんだよね。ただ、それが、 を別々に動かすって結構、なんだろうな。そういう、なんか脳のそういう、なんだろう、形成が固まってない幼少期にやるからこそ、結構すぐ習得するけど、そういうのが割と、なんか凝り固まってる大人でやると、まあ、時間がかかるという習得に。そうそう、もう神経を切り離して考えるしかなくなるんだよな。うん。だからバロうまいんだよねって、どうもブロンズです。<laughs> あ、シルバー1まで上がったのか。もう最近やってねえから自分のランクすらもわかんなくなっちゃったわ。 そうだね。だから、バロラントとピアノは一切関係ありません。逆にバロラント下手でもピアノはできるし、ピアノ上手くてもバロラントはできません。しょうがない。やりたくない。怖い。あれは。うーん。だってみんなももうそんな、でも加藤さんが昨日13時間ぐらいやってたんだよね。<laughs> 俺ずっと見てたんだけどさ、すごいよな。モチベーションが。何が彼をそうさせるのだろうか。